こんにちは、こんばんは。ココアットチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。久しぶりに講演会に行ってきました。今日講演に行ったのは大阪にある吹田市立山田中学校というところに伺ってきました。学校の人権教育の一環としてセクシャルマイノリティの当事者の声を聞くというそういう講演会だったんですけれども、山田中学校のある吹田市というのは自然も本当にあってのどかで、住宅街もあって新しいマンションがどんどん建ってるような、そういう新興住宅街みたいな、そういうところなんですけれども、学校についてまずどこが学校なのみたいな、学校の校門から校舎が全然見えないんですね。なんか横にマンションとか川とかがあって、校門から校舎までのアプローチがすごく長くて、パッと見はちょっと学校があるっていうふうには分からなかったんですけれども、本当に素敵な学校でした。中学校の講演では生徒さんが椅子に座って聞いてくださる場合もあるんですけれども、山田中学校の皆さんはもう本当に地べたに体育館に座って三角座りで体育座りで私の話を聞いてくださってたので、本当に最初は本当に顔が硬かったんですね。そこで私はこの硬い感じのまま講演をしても心には入っていかないかなと思ったんですよ。皆さんも記憶にあると思うんですけれども、小学校の時とか中学校の時に始業式とか終業式で校長先生が舞台の上で話した内容って今覚えてますか？覚えてないですよね。それって多分頭に入ったものだからだと思うんですね。人っていうのは頭で記憶したことは3日あれば忘れてしまうって、そう言われてるぐらいのものなので、私としたら私の講演を大人になるまで心のどこかに、もうワンフレーズでもいいから残っといてもらいたいなって、話じゃなくてもこういう人間に会ったということを覚えててほしいなと思ったから、まず心を研ぎほぐそうと思ったんですよ。今回の学校は本当に事前学習ということで、なんか何日か前にこの講演に向けていろいろな事前学習をしてたみたいなんですね。私が学校について控室である校長室に歩くまでにも生徒の皆さんに何人か会ったんですけれども、私の名前を言ってくれた子が何人もいたんですね。あ、高文高蔵さんだみたいな。中には動画見てますよっていう子もいたぐらい、本当に事前学習がきっちりされてて、だからなのかな、なんか講演会で私が舞台に上がった時に本当に皆さんの表情がちょっと硬かったので、これはちょっと心を解きほぐさないと心に訴えるような講演ってなかなか難しいなって、心に語りかけたい私なので、やっぱりせっかく一期一会で皆さんに会ったから、私に会ったことも覚えておいてもらいたいし、漠然とでもいいからこんな講演だったなっていうことを記憶に留めててほしいなって、そう思ったので、まず講演とは全く関係のない話をしようと思ったんですね。まあとっさの判断なんですけれども、全然予定にはなかったんですけれども、その中でも私の少ない笑いの引き出しの中からメインチャンネルの方で悪徳布団業者と電話でやり合ったっていうのがあるんですけれども、それをちょっと舞台で話してしまったんですよ。これを本当に講演と関係ないから大丈夫だったのかなって、後で教頭先生とか校長先生にも伺ったら、いや全然大丈夫でしたって言ってくれたのでほっとしたんですけれども、それで子どもたちも笑ってくれたから、なんかそのおかげで子どもたちの表情もちょっと和らいで、あ、よし、これでいつもの講演ができるなと、そんな感じで講演をスタートさせていただいたんですけれども、1年生から2年生までが前の列に座ってて、後ろに3年生が座ってるっていう状況で、全校生徒の皆さんの前で講演させていただいたんですけれども、講演の内容はこれもメインチャンネルの方でもアップロードしている私の講演の内容なんですけれども、メインチャンネルの方の私の講演会動画は綺麗にカットして、雑談とか脱線とかを全部カットして、講演の部分だけを綺麗に編集しているので1時間ぐらいなんですけれども、今回もたくさん脱線してしまいました。やっぱりすごい長い時間なので、ずっとこういう人権の話をしてても子どもたちってやっぱりちょっと飽きちゃう部分があると思ったので、やっぱり子どもたちの前で話す時にはわざと話を脱線させて、ちょっと面白い話を入れたりとか、というか私毎回なんですけれども、やっぱり講演会となると子供の時の私が出てくるんですよ。昔の私が出てきて、ちょっと昔私が大人に反抗した時とか、先生に反抗したちょっと口の悪いところとか、やっぱりそういうところが乗り移るじゃないけれども、やっぱりあの時の私が出てくるというか、あの時の悪い私が出てくるというか、本当に言葉遣いも不適切な言葉もたくさんあったと思うんですけれども、やっぱり講演として
して当時のことを忠実に再現したいと思ったので、当時使ってた言葉をそのまま使って今回も講演したんですけれども、やっぱりその辺もやっぱり中学生だから、それはやっぱり言わなくてもちゃんと理解してくれてるのかなって、子どもたちもちゃんと理解してくれてるなって、すごいなんか前のめりになって話を聞いてくれてる子がすごくたくさんいたのでよかったなと思って、そんな山田中学校での講演の様子をちょっと動画に収めてきました。今回もところどころなのでちょっと講演の内容はわからないと思うんですけれども、だいたいこんな感じの場所でこういう講演しましたよっていう雰囲気を皆さんにもシェアしたいと思います。それではよかったらご覧ください。これが山田中学校での講演会の模様です。どうぞ。私の話は死ぬまで覚えておいていただきたい話なの。だから足も崩して顔も崩したら心も崩して人を崩れない、いきなり本題に、はい、ご成年に一人のラッキーなお知らせです。お客様、聞こえていますでしょうか？あ、機械じゃなかったんだと思って、000から999までをランダムにダイヤルしています。ランダムの比較ってうちなんだ。で、何ですか？例えば、厚生労働省認可の時期不毛布団が通常178万円35万円でのご提供だ。175万円聞き直したんですよ。申し訳ございません、78万円でした。いきなり100万円下がった。78万円か35万円で私が買えるということなんですか？そうなんです。お客様とてもラッキーなんだ。ですが出せない。ずっとモノマネしてたんですよ、その人。そしたらだいたい電話のあちらの方がちょっとイラッとしてきて、あなたもね。心もほぐれた顔口が。改めまして、LGBT という言葉も知ってる？知らない。LGBT っていう言葉知らないっていう人。この辺はちょっと話したら長くなるから、私は YouTube チャンネル見て、それからチャンネル登録もして先日2000人超えたの。やっとよ。広告は飛ばさないでください。スキップだめよ。おかまキモいね、お前。おかまって言うのやめてくれる？私おかまじゃないから。もうだってこの子おかまって言うんだから。だったらあなたが男らしくしたらいいでしょ。この子は悪くありません。あなたが悪い、あなたが気持ち悪いから。シャキッとしなさい、男だったら。クソバキ、私も言い返します。クソババ。誰にクソババ言うてんの、あんた。誰にクソババ言ってんの？で、それでバチンって叩かれて、バチンって叩き返しました。あなただけおかしいのか？私はおかしくない。私は私らしくしてるだけ。私らしくしてるっておかしいでしょ。みんなと同じにできないのは。あなたみたいな人一人もいないよ。私女の子だもんって言っても、女の子みたいになりたいもんって言っても、男らしくとか女らしくとか言われてる環境の中でそんなこと言えないんです。どうせ怒られるから、どうせダメだって言われるから、どうせ気持ち悪いって言われるから、どうせ変だって言われるから、そうやって大人が決めつけるから、私は本当の自分を言えなかった。分かってても、自分でも分かってました。普通の男の子と違うって。男の子が興味あるものには一切興味がないし、4年生のその先生は私から友達を取り上げたんです。その子の両親とうちの両親を集めて、幸文くんが女らしいのは女友達と遊んでるからだと思います。このまま女友達と遊び続けてるとこの病気は治らないと思います。病気みたいなものだと思いますから、友達を取り上げましょう。
賛成したみたいです。言いました。なんで友達取り上げんの？友達まで取り上げんの？父親に言いました。私の好きなもの全部燃やして捨てて、この上友達まで取り上げんの？私がどんな悪いことしたの？大事な友達取り上げられて明日からどうしたらいいの？本学校行きたくない？今までも先生の分も私が謝るから。お願いだからちゃんと話しなさい。何が嫌だったの？あなたがどうしてほしいの？ちゃんと言葉で話しなさい。人間でしょって言ったんです。次から次へと言いました。あれも嫌やった。これも嫌やった。修学旅行も嫌やった。お風呂も嫌やった。着替えるのも嫌やった。何しろでも嫌やったし。話せば分かる大人がいてるんやって、その時初めて気づきました。父親は諦めてませんでした。私を男子校に入れようとしたんです。体は順調に男の子になっていくの、でも心は順調に女の子になっていくの。入学式の時にすごい一目惚れした男の子がいるの。すごい背が高くてかっこいい男の子。あと一歩ここから飛び降りたら死ねるのに死ねない。どうやったら死ねるんだろう。毎日そんなことばかり考えてました。ある時両親の保険証を持ち出して保健所に農薬を買いに行きました。ほとんど言葉にならない言葉で母親に言いました。生まれてきてごめんなさい。私がここにいるとしたら会場の一番端っこの方に、今しましまの服の先生が立っているところに、みんなが見えるね。そこにアンドレという身長196センチの気分の宝塚アンドレ、おそらく私はこの世の中であなたのような美しい男の子を見たことがある。だから今日私が当事者として皆さんの前でお話ししたけれども、私が全部だとは思わないでください。世の中にはいろんな人がいる。それでいいんだよ。自分を否定しないでください。美人にしたいと思う。一回するとそれが重なっていって、私が高校生の時にとんでもないことをしたことになってしまうんです。日々の積み重ねは気づかないんです。早口でめちゃくちゃ脱線してくだらない話とか不適切な発言もたくさんしましたけれども、これで私の話を終わらせていただきます。お尻痛いでしょう。大丈夫？ありがとうございました。思っていたよりも本当にたくさんの子どもたちとか先生たちがいて、私も本当にいい緊張感の中でお話しできました。本当に今回お招きいただいてありがとうございました。それとこのココアートチャンネル、私の動画のことも講演の中で喋ったので、今日山田中学校の皆さんで私の動画を見てくださってる方もいると思います。当日は本当にありがとうございました。素敵な学校にお招きいただいて本当に嬉しかったです。そして皆さんが私の講演を熱心にうなずきながら聞いてくださったり、私の講演を笑って聞いてくださってるのを見て、本当に私も心が熱くなりました。本当にたくさん脱線して、講演というにはほど遠いそんな内容だったと思いますけれども、ちゃんと最後まで聞いていただいてありがとうございました。またどこかでお会いしたいと思います。そんな私の講演会なんですけれども、今年は本当に先ほども言ったように展示が続いてたので、前半は全部お断りした状態で申し訳なかったなって。中には私の YouTube の講演会動画
動画を体育館で流して生徒に見せましたっておっしゃってくださる学校とかもあったんですけれども、そんな私のメインチャンネルの講演会動画がなんと5000回を達成しました。ありがとうございます。そしてあの1時間の講演会動画なんですけれども、動画 YouTube にはアナリティクスといって、どのぐらいの人がどのぐらいの時間その動画を見たのかっていうのが分かるようになってるんですね。なんと驚くことに、あの動画1時間もあるのに、ほとんどの人が最後まで見てくれてるんですね。離脱率っていうのがあって、やっぱり長いから途中で動画を見るのをやめる方もたくさんいらっしゃるんだろうなと思ってアップロードしたんですけれども、最後まで見てくれる方が本当に多い動画なんですね。その動画が5000回も再生されたということで、私も本当になんか胸が熱くなりました。私の話を聞いてくださって、皆さんがどんなことを思ってくれたのかなって、たまにコメントも読むんですけれども、あ、こういうところを次の講演でまた生かしていこうって、なんか講演をやってると私も本当に脱線とかしちゃったりとか、関係のない話をしてしまって、本当に反省点もたくさんあるんですけれども、皆さんがああいう風にコメントを書いてくれるから、これからもやっぱり心を込めてやっぱりお話ししていかないといけないなって、上辺だけの話術とかそんなのよりも、やっぱり思ってることを心で、その時の心から出る言葉でお話しすることで何か伝わるんじゃないかなって、そんなことを感じています。今この動画をご覧いただいた方で、メインチャンネルの講演会動画をご覧いただいた方、本当にありがとうございます。そしてまだ見てないよっていう皆さんとか、私がどんな講演してるんだろうってちょっとでも気になった方は、ぜひメインチャンネルの方でご覧ください。それからメインチャンネルのチャンネル登録もぜひお願いします。本当に子供たちの前での講演っていうのは難しくて、子供たちにどんなメッセージを伝えたらいいのかなとか、やっぱり子供たちの心にこう喋ったらどういう風に残るのかなって、そんなことを私なりに考えながらいつも喋ってるんですけれども、やっぱりこれから成長していく子供たち、この前の虐待防止インタビュー動画の時にもお伝えしたんですけれども、大人の価値観を変えてしまうっていうのは本当に難しくて大変なことだけれども、子供の時から暴力ってダメなんですよ、世の中いろんな人がいるんですよ、誰も排除したらいけないんですよ、いじめはダメなんですよって、そんな風な価値観が子供のところからどんどん広がっていったら、世の中って絶対変わるような、そんな風に思うので、子供たちにはまとめとしてそういうメッセージも言おうかなと思ってるんですけれども、やっぱり講演って時間が限られてるので、なかなかそこまでお話できないんですよ。だから講演でちょっと話せなかった内容として、まあ、山田中学校以外のこの動画を見ている中学校、小学校の皆さん、高校生の皆さんにもちょっと伝えたいことがあるんですけれども、世の中いろんな人がいるんだよって、世の中多様なんだよって、そういうことを感じて大人になってほしいなって思うんですね。だからなんか今 LGBTQ とかなんとかとかいろんな言葉あるけれども、自分の中で自分って何なんだろう、自分ってゲイなのかな、トランスジェンダーなのかなって迷ってる子どもたちもたくさんいると思います。曖昧なところで苦しんでる子もたくさんいると思います。その曖昧のままでいいんです。曖昧な自分を受け入れる、曖昧な自分を肯定するような、そういう自分であってほしいなと思うんです。これから大人になっていくと、理不尽なことも経験すると思います。嫌な思いもたくさんすると思います。悲しい思いもいっぱいあると思います。もう死んでしまいたいって思うこともあるかもしれないです。でもそんな時に、自分だけは自分を見捨てないでもらいたいんですね。自分だけは自分を否定しない、そういう癖を今からつけていっててほしいんです。そのために皆さんにお願いしたいのは、自分の心で感じて自分の頭で考えること、まあ逆も言えますよね。自分の頭に入ってきた情報を心で一旦考える、どっちとも捉えることができると思うんですけれども、これから本当に世の中ってどんどん進化していって、今よりももっとたくさんいろいろな情報が皆さんの周りを取り囲んでくると思います。そんな時に皆さんが迷わないで生きるコツとしたら、やっぱり自分で考えることなんです。それがやっぱり大人になると価値観を変えてしまうのでなかなか難しいので、今から自分で考える訓練をしていてください。そして今から自分を否定しない訓練をしてみてください。自分の中で欠点と思うところを見つけた時に、そこに本当に長所はないのかなって、自分でダメなのかなって、そんな風に考えてほしいんです。自分で考えてほしいんです。世の中のネットの情報とか、大人の情報、親の情報、先生の情報、いろいろな情報が皆さんにやってくるときに、やっぱりそれを鵜呑みにするんじゃなくて、本当にそれは何が正しいのかなっていうふうなことを考える癖を子どもの時からつけてもらいたいんですね。そうすることで、世の中がどんなふうに進化しても、自分は自分っていうふうな感じで自分を見失わないで、未来を見つめて生きていけるんじゃないかなって、そんなふうに思います。
本当に私もまだまだ全然未熟な人間なので、皆さんに言ってあげられること何もないんですけれども、講演会の中で言ったと思うんですけれども、本当に自分だけは自分をいじめない、自分だけは自分を否定しない、当たり前のことかもしれないけれども、大人になったらなかなかこれが難しいんです。だから中学生の頃から、子供の頃からそういう訓練をしてみてください。そしたら大人になった時に、何かぶつかった時に自分で否定しなければ、何かの解決法っていうのは全然変わってくると思うんですね。やっぱり否定から入ると否定にしかいかないんです。それを否定ではなくて肯定から入ると、いろいろな視野も広がるし、人のことも自分のことも否定から入らなければ、肯定から入れば解決の糸口っていうのは早く見つかるような、そんな気がするんですね。本当に山田中学校の皆さんもこれ見てたら思ってていただきたいんですけれども、今日私が舞台に上がった時にすごい大人だなって思ったと思うんですよ。すごい年の差を感じたと思うの。でもあっという間よ、本当にあっという間。私が中学校の時そうだったから、この年になって思うのは、本当に今まで本当にあっという間だったんですよ。もうスッとここまで来たみたいな、まあいろいろありましたよ、いろいろあったけれども、時間的には本当に人生ってあっという間だなって、そう思うと一回きりの人生本当に短い。もう人生の過ぎるスピードって本当に速いんですよ。皆さんが思っているより速いと思う。皆さんは今中学校だからまだピンとこないと思うけど、私ぐらいの年代になると振り返ったら早かったなって本当にそんな風に思うので、自分を否定する暇もないし、他人をいじめる暇もないし、他人を否定する暇もないし、ヤンキーになる暇もないんですね。日々本当に目まぐるしく時間って過ぎていくので、自己肯定を中心に置いて、その中でいろいろ反省してみてください。これから本当にいろんなことでいろんな自己嫌悪になったり、反省しないといけないこととか、いろんなことがあると思います。でもそんな時に自分を否定せずに、自分を肯定した上で反省したりとか、自己嫌悪になったりとか、そんな風にしてほしいんですね。今日出会った子どもたちの世代が大人になって社会を作る頃に、今よりも絶対良くなっててほしいなって、欲を言えば本当に虐待とかいじめとか、そういう暴力的なことが全部なくなってればいいなって、私もそういう風な思いで絵も描いてるし、そういう風な思いで講演もしてるので、やっぱり子どもたちの前でお話しするときは心をこじ開けるところからスタートしたんですけれども、本当に講演の中では不適切な表現もありました。本当にいけない表現もいっぱいありました。でも山田中学校での講演は本当に私のありのままを、当時のありのままを分かってもらいたいから、本当にその当時の言葉遣いで表現しました。きっとそれはもう中学校だから分かってくれてると思います。まあ、中学校って言っても本当に中学生の成長って早いから、もう体型だけでも中学校1年生と3年生と全然身長も違うし、きっと心も違うんだろうなって、そんなことを感じてるんですけれども、大人になって辛い思いしたり、自分を否定してしまいそうになった時に、私の言葉とかを思い出してもらえたらありがたいなって、そんな風に思います。はい、ということで今日は吹田市の山田中学校に講演に行ってきましたっていうことを皆さんと一緒にシェアしました。私の動画の視聴者様は私と同年代の人が多いんですけれども、講演会の動画を上げるときっていうのは、何々中学校に行ってきましたっていうふうに上げることがあるので、そういうときって割と若い視聴者さんが来てくれるんですね。中学生とか高校生とかの視聴者さんが来てくれるんですね。そんな視聴者さんの中で何かちょっと心にぽっかり穴が開いたりとか、悩んだりとか、自己嫌悪になったりとか、自己否定をしてしまったりとか、消えてしまいたいと思っている人がこの動画に出会ったときに、何かちょっと前向きになってもらえたらありがたいなと思います。よかったらメインチャンネルの私の講演動画聞いてください。斜め上の愛のボタン、または説明欄に貼っておきます。あ、そうそう、今日行った山田中学校の皆さんが講演の感想を後日届けてくれるそうです。先生から後日子どもたちの感想文が届くので、そしたらまたこの動画でも皆さんにシェアしたいと思います。私いつも皆さんのメッセージを読んだ時にちょっとグッと熱くなったりするんですけれども、そういう感想文を動画でシェアすることで、この動画を見てる方の心もなんかあったかくなったらいいなって、そんな思いでシェアしたいと思います。はい、ということで今日は吹田市の山田中学校に行ってきた講演のご報告と、メインチャンネルの講演会動画が5000回突破しましたというお知らせ動画になりました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。今日は中学生の皆さんへの講演会だったんですけれども、来月は高校生の皆さんへの講演会を控えています。頑張りたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココハートチャンネル、上の赤い先はファーストチャンネルです。今日お話しした再生回数5000回を突破した講演会動画はこちらをご覧ください。それではまた次の動画でお会いします。ありがとうございました。